はい、こんにちは、MB です。MB のファッションお悩み相談所。このコーナーでは皆様からのお悩みをお待ちしております。概要欄の方、Twitter アカウントが載ってますので、Twitter の方から Q を送ってくだされば、それに対して僕が回答します。どんなお悩みでも結構です。ぜひ送ってみてください。じゃあ今日は何を言うかというと、こちら。雨の日の靴ってどうすればいいの？という話ですね。まあ雨の日の靴どうすればいいの、よく昔から言われることなんですけれども、まあ日本は四季があって梅雨があるので、まあどうしてもバシャバシャとね雨が降ってこう足元が濡れちゃうってことが多いと思います。そういう時にどういう靴を選べばいいのかって話なんですけど、今日は簡単に雨の日に選ぶべき靴、そして対処法をお教えしようと思います。まずおすすめのアイテムからいきましょうか。おすすめのアイテム、こちらハンターの長靴ですね。まあ、一番初め紹介するのは結構こういうガチなものから紹介しようと思うんですけど、ハンターの長靴、まあ、何がいいかっていうと、まず厚手のゴムを使っていて、ラバーを使っていて、全く水通しません。本当にガチです。これ履いて水が靴の中に侵入してくるってことは 100% ないっていうぐらいないです。新潟に僕住んでたんですけど、新潟の時代から、結構若い時代からこのハンターのブーツ愛用していて、これもう3代目ぐらいなんですけど、だいぶガツガツ使っておりました。雪道とか水がもうバッシャバシャの日とかでも、まあ雪国だとわかると思うんですけど、雪が溶けてめちゃめちゃバシャバシャと水溜まりがある時ってあるじゃないですか。ああいう時でも全然大丈夫ですし、雪下ろしの時に雪の中こう踏んでいくとかでも全然使えますので、長靴として、普通に長靴として活用ができます。ただラバーってどうしてもこう熱伝導率が結構高かったりするので、このソールの部分が、なので中敷きをちゃんと入れてあげないと雪の上に歩くとですね、結構寒いから、まあそれだけ注意なんだけど、まあ雨の日に関しては何も問題ないと思いますので、雨の日は結構これがおすすめでございます。で、なんでハンターなのかっていうと、まあ長靴って別に東京靴流通センターとか ABC マートとかでも散々売られてると思うんだけど、ああいうところの長靴っていうのはですね、ボテッとしてるんですよ。八百屋さんとかさ、魚屋さんとかさ、あの築地の卸売りの人とかが履いてる長靴ってボテッとしてるんですよ。あの塔が、この先の部分がこうボテッとしてたりとか、この、あのシューホールがね、ドーンとでかかったりとかするんですけれども、なんでああいう風に作られてるかっていうと、まあ不格好じゃないですか、どう考えても。あれは厚手のラバーで水通さないようにすると、ラバーって伸びにくくなっちゃうんですね。これ全然伸縮性ないんですよ。ふにゃふにゃはしてるんだけど、こう伸びて縮むっていうことがないんですね。なので細くしちゃうと足通らなくなっちゃうんですよ。だから長靴ってズドーンって太いシルエットになるんですけど、このハンターはですね、同じようなラバーを使ってるから、どうしてもこう足入れしにくいんだけど、それでもなんとか綺麗になるように、まあイギリスのブランドなんで、まあ様式美がすごく強いんだと思うんですけれども、ドーンとでかいシルエットではなくて、微妙にこう足の形に合わせてこう曲線を描いてくれて、頭部分も結構細めになってます。なので長靴の中では結構シルエット綺麗な方だと思うので、まあシルエット綺麗なロングブーツみたいな長靴として使える、まあもちろん冬のねロングブーツで、これロングコートと合わせて本当にこう大人っぽい海外スナップっぽい衣装を出すためにロングブーツとして使う人も多いんですけれども、レザーじゃないんで、まあそんなに値段も高くないですし、おすすめです。海外スナップとかでもよく見るので、まあ細身のスキニーとかにこういうのインして合わせてあげたりすると、めちゃめちゃ足長くてかっこよく見えますので、おすすめです。ぜひ使ってみてください。いやいや MB ちょっと待ってと、いやそんな長靴みたいな本格的な防水シューズが欲しいわけじゃないんだよって思ってる人多いと思うんですけど、まあハンターもですね、そういうことを考えてこういうの作ってます。これめっちゃ売れてるっぽいですよ。ローファーなんだけど、これ実はラバーなんですよ。まあ当然ローファー型単靴型だから水が入ってくるのはあると思う、この端口から水が入ってくるのはあると思うんだけど、ただそんなバシャバシャの台風みたいな時期に履くことを想定した靴ではなくて、梅雨時期に雨が降ってる時とか、水たまりがちょっとある時とか、まあそういった雨の日に日常的に履く靴、まあ、本格的に水を防ぐんだったらやっぱりこういうタイプになると思うんだけど、本格的なその台風の日に歩く用ではなくて、日常的に雨気にしなくても使える靴というところで開発されているのがこのハンターのローファーなんですね。これが、ハンターだけじゃなくてですね、トラディショナルウェザーウェアだったりとか、様々なブランド、いわゆる百貨店に入ってるようなブランドがですね、こういうラバー製の革靴ライクなレインシューズを出して、ここ数年大ヒットしてるんですよ。
フォックスアンブレラっていうイギリスの傘ブランドもこういう靴のシリーズ、ラバーの靴のシリーズを出して大ヒットしてるんですけど、百貨店を中心に大ヒットしてるんですけど、確かにすごくいいです。まあ、あの防水の靴っていうとやっぱりこの長靴のイメージ強いと思うんですね。まあ、ハンターはまだ綺麗な方なんだけど、まあ、本当にこう魚屋さんとか八百屋さんが履いてるようなあの長靴、ああいうイメージがすごく強いと思うので、どうしてもボテッとしたシルエットで、まあ、防水性だけを特化したものってイメージが強いと思うんだけど、こういうハンターとかフォックスとかトラディショナルウェザーウェアとかが作ってるこういう防水シューズはもう見た目は本当に革靴です。まあ、もちろん素材感はラバーだからちょっと違うけど、遠目に見たら普通の革靴に見えるぐらいフォルムも綺麗だし、素材感もですね全然安っぽくはないです。まあラバーはラバーなんで、まあもちろんその履きにくさとかね一応あったりもするんだけど、ほら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 、すいません、こんな見せ方で。でもなんか綺麗でしょ、すげえ。そう、これね、普通に使えるんですよ。雨用のレインシューズって言われると、雨の日しか使えないって感じもあると思うんだけど、これ別に普通に使ってもそんなに変じゃないです。なんか合皮とも言えないような、でも本革でもないような不思議な風合いになってるんですけど、安っぽさそんなないんですよね。だから百貨店の方も言ってたけど、若い方で革靴が欲しいけど、ちょっと値段高いものは買えないっていう人が、このラバーシューズを買っていく人もいるって。雨用じゃなくて、普段着用でフォルムも綺麗だし、材質も安っぽくないから、って買っていく人がいるって、あ、確かにそれはあるよなと思いました。フォルムほんと綺麗です。ラバーシューズって基本的にさっきも言った通り伸びにくいからボテッとしたシルエットになりがちなんだけど、結構ねこうくびれをしっかり作ってあって木型がいいんでしょうね。非常に綺麗な形になってるから、もうこの辺ほんと雨用に買うのはいいかなと思います。まあどうしたってさ、レザーのシューズ持ってる人とかも思うけど、雨の日に使うのってちょっと勇気いるじゃないですか。なんだけど防水用のシューズはあまりにもこう本格的すぎてなかなかこう履けない、日常着のコーディネートとしてなかなか合わないっていう人はこういうレインシューズとか選んであげたりするといいのかなっていうふうに思います。靴好きの方とかも雨の日に大事な革靴、本革の靴って履けないって思ってる人結構いると思うから、梅雨時期のためにまあこういうのを一足持っておくと便利なんじゃないかなというふうには思います。特にあのケアも必要ないですし、手入れも必要ないので全然そのまま使えますしね。まあでもただ、まあ、本革でも本当は濡れちゃいけないわけじゃないんですけどね。まあ今レインシューズの話してるから横道にそれちゃうけど、本革の靴が水に弱いっていうのは実はちょっと誤解なんですよ。レザーシューズって別に水に弱いわけではないんですね。正確に言うと水に濡れたのを放置しとくのに弱いんです。水に濡れたとしてもちゃんと水を、表面の水を拭いてあげて、しっかり空拭きしてあげて、で、内部の湿気を取ってあげるために、例えばその、シューキーパーだったりとか、もしくは新聞紙とかでもいいんですけど、新聞紙とか入れて、内部の水分をちゃんと取ってあげて、取れたら出してあげる。っていうことをやって、風通しのいいところに置いてあげるとかしてあげれば、基本的には問題ないです。あの、皮が濡れることってのは別にそこまで悪いことじゃなくて、問題なのは、濡れたのを放置すると、濡れてる水の部分が、こう蒸発するじゃないですか。当たり前だけど水って時間かけると蒸発していくわけだけども、蒸発していくときにあの一緒にあのレザー内部の水分とかも持ってっちゃうので、乾いた状態になってそこでひび割れが起きたりしちゃうんですね。もしくは濡れてる状態が長時間使うとカビの原因になったりとか、まあ様々なデメリットがあるんですけど、要するに濡れてるまま放置してるからまずいので、しっかり拭く、内部の湿気を取る、で風通しのいいところに置く、この3つを徹底してあげれば別に濡れても悪いわけではないです。ただやっぱりめんどくさいのはあるので、だったらレインシューズを一足買っといて、こういう形の綺麗なレインシューズを一足買っといて、別にハンターでもいいですしフォックスでもいいですし、トラディショナルウェザーウェアでも全然いいと思います。トラディショナルウェザーウェアはブーツ状のものもあるので、まあ、ブーツ状のものとかだったらもっとこういうところからね、履き口のところから水が入ってくるってこともないですし、あとはスーツでも使えるので、オンでもオフでも使えるっていうところでも活用しやすいのかなというふうに思うから、こういうの一足持っとくと、一番雨の日問題は解決しやすいかなというふうには思います。ただぶっちゃけ別に合皮でもいいんじゃないかなと正直思います。これ GU の合皮のシューズなんですけど、合皮の場合ってあの本革と違って別に雨に濡れようが雪に濡れようが別になんてことないわけじゃないですか。浸透しないんだから、合成なんだから、化学繊維なんだから別に浸透しないんで別にどうでもいいわけなんですね。なのでまあ別にあえてレインシューズ買わなくても合皮の安い靴を一足買っといて、まあでも GU の合皮って結構リアルだから別にまあ履いててもそんなに安っぽさないし、まあ、これでいいじゃんって言われたら、まあ
それまでの話なような気もするんですけど、まあただ縫い合わせの部分とかねからちょっと水入ってくることあると思うので、レインシューズとして開発されているものっていうのは縫い合わせの部分までしっかりこう水止めてある防水仕様になってるから、まあだから本当にまあバシャバシャ何も気にしなくて使いたいっていうんだったらやっぱりレインシューズになっちゃうと思うんですけど、多少の雨とかだったら別に合皮だったら問題ないと思うので、まあ、ガツガツ使うために合皮を選ぶっていうのはいいかなというふうに思います。まあそんな感じですかね。まああと本革、まあどうしても合皮とかレインシューズとか嫌だ、ラバーとか嫌だっていう人、まあ本革にすごくこだわりがある人ももちろんいらっしゃると思うので、本革にこだわりがある人は、その今言ったケアをやってあげましょう。で、僕がさっき言ったケア、水を拭いてあげるとか、湿気を逃がす、風通しのいいところに置くとかっていうケア方法っていうのは、基本的に事後のことじゃないですか。起こった後のことなんで、起こる前にも水が濡れる防止をしておくといいと思います。例えばこれですね。防水スプレーです。防水スプレーをバーッとかけることはやってあげましょう。そうすると水簡単に弾いてくれるので、ある程度の雨だったら本革でもこの防水スプレーかけるだけで全然濡れずに済みます。レザーに水滴がついてもこうツルッと落ちるようになってくれるので、コーティングされるので、こういう防水スプレーが1本あるといいと思います。こんなん別にねロフトとかで買えば、1000円もしないと思いますので、数百円で買えると思いますから、1本買っておくと本革好きの方もこれで安心かなというふうに思っておりますので、まあ以上の理由ですね。レインシューズか、もしくは合皮でもいいですし、本革だったらこういう防水スプレーを選んで後の処理をしっかりしてあげる。まあただおすすめは意外とこういうハンターの本革レインブーツもいいですよっていう話でした。ぜひ参考にしていただければというふうに思います。はい、今日はここまで。私、毎週メルマガやっております。毎週日曜日配信でございます。日曜日に、毎週5万文字の文章量で送っておりますので、興味があればぜひ、登録してみてください。限定動画もやってますので、よかったらチェックしてみてください。はい、MB チャンネル今日はここまで。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。